戦争を送りしました。 MLB 群馬選抜 VS オールウララさんとの一戦、前半のハイライト、まずはオールウララさんの逆方向への一打で先制をされてしまいます。さあ攻撃翔平はこの辺りが、はい、ラッキーな形で落ちてスリーしていく。そしてカージナルということでペッパーミル、後半追いつけるか。はい、ということで後半戦もやっていきます。先頭は山井さんです。これがレフトフライとなってワンアウトとなります。前半の様子はね、概要欄からぜひチェックをお願いします。はい、2バッタータティさん、これは面白いところだが、センターがチャージしてきてキャッチ、2アウトとなります。さあ7番の一宮さん、これが足速いぞ、ファーストはセーフ、俊足を生かしてチーム初安打。そうですね、出塁はしてたんですけれども、チームはこれで初安打です。ただはい、これ3アウトになってしまい、あ、まあね、初ヒットを記録も得点は入りませんでした。ピッチャーは前のところからね、高橋さんが投げております。落ち着いて処理してワンアウト。守備からねリズムを作っていきたいところ、ショートパティングがガッチリですからね、ファースト送球ツーアウト。いいですね、いい流れでいいリズムで来ています。ただここはストレートのフォアボールとなってしまい、2アウトから出塁を許してしまいます。はい、そしてこの打球サードを弾くが、ショートがこの体勢からナイスカバー、またもタティさんのスーパープレーです。さあね、守備でいい流れ出てます。攻撃続いていけるか。これが相手のショートもうまい、ワンアウトです。さあ次バッターは高橋さん、フラフラッと上がった打球、ピッチャーが両手でガッチリとキャッチ、2アウトとなってしまいます。さあ1番先頭回停止さん、これサード難しいバウンドだったんですけれども体で止めましたね。この回も得点奪えずです。ところでね、最終回の攻撃に託すことになります。そしてこの回から山井さんがマウンドへ。ストレートとね、ツーシームのコンビネーションがえげつないですからね、山井さんは。はい、先頭はショートフライとなっております。ワンアウト。そしてサードバウンド合わせてファースト送球アウト、ツーアウトです。いいテンポですね、山井さん本当にテンポ速いですからね。はい、そしてこれ、これまたスーパープレー、たまらんっす。ナイスプレーで3アウト。さあここでね、最終回最悪でも追いつきたいところ。ただ先頭は三振でワンアウト、翔平後続につなげられるか、初球はしっかりと見ていきます。その後ストライクで、ワンボールワンストライクとなって、これがキルキルキルキットキル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 キットだって、ピッチャー弾く、翔平走る、ただファーストはアウト。面白い打球だったんですけどね、アウトだけ、ツーアウトとなってしまいます。さあ4番の小沢さん、これが落ちるか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 、これが落ちる、そして走る、セカンドはセーフ、ヒットからの超攻撃的走塁でチャンスに。さあ山井さん、ジェグをすることはできるのか。はい、ライトへ抜けていく、そしてここで後逸、さあランナーはホームイン、そして山井さんは三塁を回っていく、そして悠々と帰ってきてホームインです。打った山井さんも帰ってきて1点差となります。さあ続くタティさん、打った、鋭い打球がレフト線へ、ただこれがねちょっと当たり良すぎたかな。はい、シングルヒットとなってしまいます。ただね、2アウトから3連打です。最終回2アウトから3連打。さあ一宮さんはエルボーに当たりデッドボールでチャンスとなります。さあイケイケムード、打った、これがライトの頭を越える、
さあ、二塁ランナーがこれでホームイン、同点に追いつきます。4連打です。4連打でついに同点となります。さあ、ここで一気に勝ち越しといきたいところですが、まあね、勝ち越しはならずも、ただこの回最終回2アウトから土壇場からですよ、土壇場、本当に土壇場から同点に追いつきました。さあね、ここでもう勝ちは正直ないんですけれども、ここで抑えてね、引き分けという形で終わりたいところです。はい、これを山井さんしっかりと取って、ファースト落ち着いて送球アウト。本当にね、山井さんこれ一応ツーシームなんですよね。これもです。これもツーシームをね、変幻自在5方向に曲げられるっていう最強のピッチングです。これもツーシーム。はい、ショート立井さんがファースト送球アウト、2アウト。さあ、試合終了まで、ね、勝ちじゃないですけどね、引き分けまであと1人。これが勝負しに行ったんですがね、握れませんでしたね。はい、2アウトから出塁を許します。さよならなんだが1塁になります。これインコース、これも動く球なんですけど、動いてるんですよね。さあ、追い込みました。ただこれ、うお、お手本のようなセンター前、これでね、2アウトだからピンチとなります。はい、ここでね、抑えたいところです。おお、すげえ変化、これをね、意図的に操ってるからすごいですよね。はい、これも落としていく。本当に消えますからね、山井さんの通信の目の前で。はい、これがフラフラッと上がった打球、誰が取るか、翔平が行くも落としてしまいます。2アウトから満塁となってしまいます。久々のね、ナイターで照明目に入っちゃったんですかね、らしくないっていうか、あんまり見ないプレーですね。さあ、さよならか、それとも引き分けて試合終了か。これが詰まった当たりがライトの前へ落ちる。そしてファースト投げて勝負いくが、これも取れず、惜しいですね。はい、逆に2アウトからの失点でさよなら負けとなってしまいました。終結イージンは負けてしまいましたが、打線のつながりも見られました。 MLB ドリームカップ本戦では暴れてきます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、イエーイ、イエーイ、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。